おはようございます。TZ48 代表の桂田玄太郎です。えこちらのライブをご覧の皆様は、7月6日朝6時10分を少々回りました。それから YouTubeTZ48 現チャンネルをご覧の皆様は、同じく7月6日午前中です。 はい、こちらのライブを一度スマホに保存しましてからのアップロードになります YouTube 時差が生まれます TZ48 はシルク障害者が中心に運営する飲食店企業に向けて活動している団体ですはいいつも応援あざすありがとうございますはい、TZ ただの全盲のおっさんはい <laughs> 桂田元太郎が 48歳の時に設立した団体、それが TZ48 でございます。そんな TZ48 を応援いただきたい、見守っていただきたいという気持ちを込めて、Facebook の中にファンクラブアットマーク TZ48 という非公開グループを設置しております。こちらのグループ、ただいま420名の皆様にお集まりいただいております。うん。はい。 えー、押すだけでございますよ。加入ボタンを。はい。もう、ほんま簡単やねんって言って、友達誘ってください。<laughs> ボタンを押したらええだけやからって、なんか、あれやな、あの、怪しげな詐欺みたいな。これしたらええだけやから。これしたらええだけやねん。言うて、後からね、えらい目に遭うことはないですよ。うちの場合。はい、大丈夫です。はーい。大丈夫ですんで、安心して加入ボタンを押していただければ。 嬉しいいいいののかかななありがたいのかなとううふうに思いますそれから、えー、こちらの朝礼ご覧の皆様スポンサー様のお名前の下 URL が6行ございますこちらの URL はお友達が出版している電子書籍紙書籍のダウンロードご購入 URL でございますはいとても素敵な、えー、本6冊紹介していますその下 ファンクラブアットマーク TZ48 の会員さんの活動紹介ということでですね、はい、僕たちシルク障害者が歩くときに必要不可欠な白い杖白杖こちらをスタイリッシュに持ち運ぶための白杖ポーチを作ってくださっている方の会社の URL ご紹介いや白い杖持たへんでいいもんとかねあのー 目見えてるから関係ないわじゃないですあのー、白杖ポーチはいろんな用途に使えますぜひぜひ、えー、一度お手に取っていただければというふうに思いますよそれからその下自閉症啓発をテーマに青色ブルーカラーのさまざまなグッズを制作してくださっている会社の URL ご紹介でございますさあさあこんな風に皆さんも、えー、こちらの朝礼の画面ではいご自身の活動 PR してみませんかはい。桂田玄太郎にメール、メッセンジャー、LINE などなどでどしどしと、えー、お寄せいただけましたら、こちらの朝礼の画面に反映させていただきます。朝礼は月曜から金曜、えー、朝6時10分からあ、桂田玄太郎が寝坊しない限り、体調不良でない限り、そして、えー、一番心配な二 <laughs> 日酔いでない限り、毎日、毎日、えー、月から金曜まで、 配信していますよはいそちらに、えー、皆さんの PR を掲載させていただきます、はい、アーカイブも残りますから半永久的に皆様の、えー、ページのリンクですとか、えー、宣伝が、えー、残ることになっておりますのでそういうシステムでございますはい、はいえー、それからファンクラブ「@MACTZ48」にお集まりの会員の皆様はご自身の活動をご自身の手で 写真や動画や URL リンク付きで、えー、掲載、ご投稿いただくこともできますので、合わせてご活用ください。それでは。はなちゃん、おはようございます。徳大寺さん。あ、名古屋にいらっしゃる加藤さん、おはようございます。あのね、そう、6時10分をって言ってましたけど、そうね。 アラームなれへんなと思って、いつもね、あのー、もう一つポケットの中にスマートフォン見えるかなこれ、これ入れてて、で今、これで実は今日の話題っていうやつを出してるんですけど、こっちでアラーム出してるんですよ。で、アラーム、えー、イヤホンつけててもアラームってスピーカーの方にね、アラームって鳴るはずなんですけど、なんかね、鳴らんかったんですよ。 あれおかしいなーって、時間いつ来んのって思って。あ、今見たら、わかった。<laughs> あの、スイッチが動いてて <laughs>、マナーモードの、消音になっとったわ。そゃなれへんわ。で、あいや、おかしいなーって、もうそろそろ6時10分やのにと思って、イヤホン耳に入れたら、耳のイヤホンの中でピコ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 言ってたから、あー、なってるやんと思って、スタートさせました。はい。えー、今見ますと、マナー,ーモードに、 マナーモードになってたら外に音出えへんわね外に出すなって言うてんねんからねはーいえー、そんなこんなですよさばさんおはようございますあ青山さんおはようございますいつもウェザーリポートありがとうございますおはよう晴れですってねえなんかじと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 ,じとよく雨降りました、ね台風もまあ あのー、温帯低気圧に変わったみたいですけどもね被害がないといいんですがはい丸山さんおはようございますへえ御堂筋線え七73年って言ったらあととい月曜日に月曜日で引退へえ 73年っていうことは、えー、桂田源太,太郎より2つ年下へーあミニちゃんおはようございますえー、っとうらやましいマイナス1度まあ,あのミニちゃん寒いやろうけどうらやましいなマイナス1度 羨ましいそうそうオーストラリアはねオーストラリアにお住まいのミニーちゃんはいえー、メルボルンはマイナス1度へえうらやましいなそうもなんかちょっとだけでいいよねそのマイナス1度を例えば何か持ってこれたらいいのにねえー、マイナス1度のやつをじゃあ 5度だけ気温、気温5度だけマイナスにしてあげるわ。で5度だけ転送してくれたら。ほんなら、えーと、そうか。5、こっちに来るから。ミニーちゃんとこは、4度ぐらいで。で、我々、5度下がるとだいぶちゃうよね、体感。おそらく。ね。はい。いい。<laughs> 羨ましいな。その代わりあれやもんね。 冬が暑い。ね。俺らが冬やー言うてる時が。だから、あれもね、あのー、クリスマス、サンタさんソリに乗って来られへんもんね、オーストラリア。何に乗ってくるんやろ。オーストラリアは。何に、にサンタクロースは何に乗ってくるんすか ミニーちゃん、オーストラリアのサンタクロースは何に乗ってくるんですかソリ無理っすよね。熱いもん。船いやいや、もうそんな関係なしに、サンタクロースはソリやねんって。なんか、なんか雪のイメージやもんね、サンタクロース。真逆の場合どうすんねやろな。船か。サーフィン乗ってくるんじゃん、ュって。でも海がなかったら配達できひんよね、そうなると。 え、またよければ、えー、オーストラリアのクリスマス事情、事情、クリスマスって <laughs>、まだまださっきのクリスマスの話してますけどね。あ、サーフィンなんや。へぇ、サーフィン。あ、サンタクロスサーフィンへぇ、えー。おぉ、そうなんや。ありがとうございます。はい。国、国際化してる、この朝礼。ね。えー、オーストラリアと、えー、つながって、すごい。 ネットってすごいっすよね、ほんまに。はい。え、そして。うん。うん。今日の。話題。じゃん。うん。 お刺身の奇抜な食べ方ご紹介いたしましょうはいお刺身とかねえさっぱりしたものでやっぱり夏場はいいですよねまあまあちょっとあのちゃんと冷蔵庫で保存してねっていうえー、それからなんか今ちょっと話題になってますよねお刺身って言ったらなんかアニサキスがに気ぃつけて気ぃつけてねって言ってもあれめっちゃちっちゃいですからねアニサキス そのねサンタさんサーフィンするでねあのー、まあまあ食中毒とか気ぃつけてねと言いつつもうんに日本人に生まれてよかったというかお刺身を作り美味しいですよねでそのお刺身を作りの奇抜な食べ方はいねわさび醤油がうまいでしょうっていう話ですけどもちょっとちゃう食べ方してみいひんでえー 海鮮丼作り、作りましょうよっていう話ですよ。あ、らしいよね、加藤さん。そう。兄キスせやけど、一体らしいね。入ったら。だから、一旦凍らしてとかしてるみたいですよね。あの、業者さんとかも。一回ね、あのー、 ううちの地元というか西宮のに西宮というところにですねヨットハーバーがありましてでそこから、えー、ヨットに乗せてもらってねでちょっと関空の辺りまで、えー、関西空港の辺りの海まで、えー、クルージングをさせてもらったことがあるんですねでその時にえっ、ー、とさびきっていうか錆びきってどう説明した 要するに、船を動かしながら、そこにも、あの、釣り糸を、釣り糸だけ、竿で出すんじゃなくて、釣り糸だけビューンって流しといて、で、そのまま船走らせて、で、それで、まあなんか、魚かかったらいいよね、みたいなで、で、釣りもどきやってたんですよ。結構ね、大きなね、お魚がかかりまして、で、一人一匹ずつ、6人ぐらい来る、乗り、乗ってたんかな。 一人一匹ずつ持って帰ろうぜって言ってえっ、ー、と僕にしてみたら初めての超過というか自分で自分で釣ったんじゃないから手応えなかったんですけどサバうんあーああ釣った魚はその場でさばいてでもなその場でさばいて新鮮なうちになんかお刺身にしようぜって言いたくなるよね 言いたくなるよな。で、それが一番やばいの、加藤さん。えー、サバには100%いる。でね、えっ、ー、と、なんやったかなえーっとね、釣った魚の名前釣ったのに覚えてない。でも、えっ、ー、と、30センチ以上はあったからだからね。 僕にしてみたら初体験で大きい魚持って帰ったんですよ。で別になんか鱗の処理がいるような難しい魚じゃなかったのででまあこうやって釣った魚やし別にねあの高価な魚買ってきてやったらちょっと怖いから自分でできないですけどそうや俺3枚おろししたかってんと思ってガタガタになりましたけどね結局やってみたんですよ。まあ、その刺身 出羽包丁というか刺身用のお刺身用の包丁なかったんですけど自分とこの家庭用の包丁でね三枚おろしてこんな感じで頭落としてお腹のとこに当てて骨の際に沿わせ,沿わせてて YouTube の動画でね説明してた通りにガリ,ガリ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 ってやったわけですよで開けましたでこれさどうしどうやって食べようかなって言った時にこのまま刺身しようかなとか思ったんですよでもももその時もねおりしも その時期で、えっ、ー、と、夏に差し掛かった時期やったんかな。あったかかったんで、アニサキスの話題、なんか芸能人の人がね、アニサキス5匹か6匹かたくさんなんか、腹いぇってなった時に出てきたっていう話がちょうど話題になってたんですよ。あカアニサキスかと思って、その時は、あの、塩、塩つけて焼きましたが。あ、途切れます音声。 はい、えー、っとで,で刺身をじゃあわさび醤油じゃなくて食べようぜで海鮮丼にしちゃおうぜっていうあえ衣の紹介ですはいえー、っとでこれ海鮮丼海鮮丼2人2人前刺身の盛り合わせ 150g これ 盛り合わせ何1パックとかいこうや。ね。はい。<laughs> あえ衣。えー、味噌大さじ1.5。1と2分の1。大さじ1と2分の1。酒。大さじ1。ごま油。小さじ1。えー、生姜、チューブでいいです。えー、小さじ2分の1。ね。もう、すりおろす面めんどかったら生姜、チューブで結構です。 小さじ2分の1。えー、長ネギ大さじ2。これももう、刻んでるパックのやつね。<laughs> しんどいし、買ってきましょう。はい。それから、大根50グラム。生わかめ40グラム。青じそ6枚。これでも、思えへん。もういいやん。お刺身のパックにさ、剣とかついてるやん。まあ、要はね、か、あの、えっ、ー、と、種明かしすると、この、 わかめ、大根青じそっていうのはなんかまあまあ付け合わせというか刻んで入れましょうみたいな感じなんですけどもあえ衣さっきの味噌とお酒とごま油はいをボウルみたいなのにあえておきましょうで刺身お刺身盛り合わせのお刺身取り出して 1cm 角に切ってくださいで、でそれで 味噌、えー、お酒、えーん、ごま油かなあ生姜、生姜もこれえっ、ー、と小さじ1分の,1のしの生姜これねあえ衣作ったところにお刺身1センチ角に切ったやつを投入してくださいであえてちゃんと味が絡むようにしたらえっ、ー、と大根千切りで 食べやすい幅に茹でたわかめも切ってください。で、まあ、青じそは、まあ、ご飯の上に敷くらしいんで、まあ、あのー、そのまんまとか、ちょっとゴワゴワすんな、嫌やな、言う人は、まあまあ手でち、手でちぎるなりね、なんなりしてください。で、青じそと大根とわかめをご飯盛り付けた上に敷いて、で、その、わさびの、わさびじゃない、味 <laughs> 噌、ごめんなさい、味噌のあえ衣。味噌と、えー、お酒と、ごま油と、生姜の、 あえ衣であえた、えー、お刺身をわっさってのせて、はい、海鮮丼にして食べたら、えー、醤油、わさび醤油で食べるときとちょっと違って、いい感覚で食べれるよっていう。あ、途切れてるんですかおーいって言われてる。今、今聞こえてます無理ですかえー、途切れたん 途切れたんか途切れたうん、途切れたの途切れてますなんかコメントくだもし聞こえてたら <laughs> ミニちゃんが多いって言ったきりなんですけどもえー音声途切れてるんですかねあれれ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  んあら皆さんとつながらなくなってしまいましたえし、ー、仕方がない今日はえー、お刺身の奇抜な食べ方え噌、ー、のあえもであえて、えー、ご飯にのっけましょうを紹介しましたえー、じゃあ皆さんのお名前を読み上げてこれもうつながってないとしたらあれやもんね 終了したいと思います、えー、徳大寺さん加藤さん沢子さん青山さん丸山さん川上さんミニーさん はなちゃんは切れてないはいえー、お名前皆さんのお名前を読み上げさせていただきましたよはいどんな具合なんでしょうねごめんなさいねあのー、お許しくださいそれでは朝礼はまた明日朝6時10分に元気にお会いいたしましょうはいお刺身、えー、味噌とごま油とお酒でえー ね、タレ作ってあえてみてくださいご飯に乗っけるとなおよしでございますあの塩使っても美味しいのよねお刺身粗塩みたいなやつにちょんちょんってつけて食べてもあのお寿司屋さんでねなんかイカの握り寿司出てきた時に上にちょんってお,しお塩がのっててあこういう食べ方あるんやと思ってねそれからなんか お刺身あ、塩で食べるのもうまいねんなっていうふうに思った覚えがありますああ、聞こえてるけどよく,よくと切れるえー、船岡さんおはようございますはいえー、お刺身もわさび醤油だけじゃないぞはい、いろんな食べ方したらしお塩とかねうん柚子胡椒とかもええんちゃん 柚子胡椒ちょっとつけてねはい、えー、皆さんお好みの食べ方でお刺身を楽しむのもよろしいのではないでしょうかといったところで、えー、それではまた明日元気にお会いいたしましょう、えー、今日も健やかに安全運転でお過ごしください、えー、お相手は TZ48 代表桂田源太郎でしたバイバーイありがとう、うん、音声途切れてごめんねバイバイごめんねごめんねバイ